ユリウス・ロータル・マイヤー、ジュリウス・ローター・マイヤー、1830年8月19日から1895年4月11日は、ドイツの科学者、医師、元素の周期表の作成をメンデレーフと、ほぼ同時に言った。スイスのチューリッヒで薬学を学び、その後ドイツ語圏のいろいろな大学で研究し、最初は呼吸の生理学的研究を行い、1857年に、 血液中のヘモグロビンが酸素と結合することを発見した。1864年、マイヤーは28の元素を原子化の値によって6つのグループに分けた初期の周期表を発表した。当時原子量の測定値は不正確であったので、原子量順に並べることはまだ有効ではなかった。1869年、メンデレーエフは 当時知られていたすべての元素を修正された原子量の順に並べ、いくつかの未発見の元素も予測した周期表を発表した。数ヶ月後、メンデレーエフとは全く独立に、マイヤーは1864年の周期表を改良、拡張した周期表を発表した。マイヤーの原子量の順に図示された周期表は、メンデレーエフの周期表が科学者たちの信頼を得る。 ことを支援することになった。1868年からカールスルーエ大学理工学部、1876年から中ビンゲン大学で科学の教授を務めた。ありがとうございます。